では2週間後の貸し出し期間を過ぎないようお願いいたします。初めに使いながら言っていたことから考えれば進歩よね。本に囲まれているからかしら。やあ、様子を見に来たよ。静かに。よかった。今は誰もいないみたいね。よかったはないだろう。お客がいないんじゃ商売上がったりじゃないか。商売じゃないでしょう。でも使う人がいての図書室よね。反省だわ。いえ、さっきまで使用者がいたんですよ。今さっき帰られて。そうなんだ。ここの本を借りるとか勤勉家なんだね。そうですね。聖書の体系や詳しい専門的知識を知りたいときは最適よね。これだけ蔵書があるのですもの。確かに右を向いても左を向いてもってやつだね。でも進学や専門書以外にも小説くらいは置いてもいいんじゃないかな。使う人かなり限られるんじゃない？そうですね。使用者は日に一人か二人ですね。そうなの。ええ、そうか。それじゃあ楽ができていいね。覚えるのは貸し出しの手順くらいだろ。あとは自分の部屋から持ってきた本だとか暇を見て宿題をこなせばいいし。あのね、図書委員は貸し出し業務だけすればいいってわけじゃないのよ。他にもたくさん仕事があるんだからね、白羽さん。ええ。貸し出しが主な仕事だけど、あとはレファレンスサービスもあるわ。レファ？ごめん、普段図書館とか使わないから知らないんだけど、それって一般的なこと？レファレンスというのは、図書館の資料を使って調べ物や資料、情報探しのお手伝いをすることなんです。例えば、さっき花菱さんが言った聖書の体系を調べるときに最適な本を選ぶのをお手伝いするとか。それってこの膨大な図書の中から資料探しするってこと？この中からピックアップするとか、頭がクラクラするよ。調べるの骨じゃないの？まだ全部網羅してはいないから、すぐに渡せない場合は後日連絡するようにしているの。でもやりがいのある仕事だわ。あ、でも現代小説なら外国のものはあるんですよ。これって全部英語なんだけど。現代小説は寄贈されたものだけなんですけど、寄贈された方が外国の方らしくて。へえ、ワズリングハイツ、前に読んだことがあるわ。なんとかハイツ、前
ンションの話？違うわ。白羽さんは読んだことがある？嵐ヶ丘ですね。日本語訳と映画なら見たことがあります。なんだ、嵐ヶ丘か。なら読んだことがあるよ。確か復讐の話だよね。愛憎劇じゃないの？まあ作品の受け取り方なんて人それぞれだけど。愛憎劇か。私は恋人同士だったのにヒースクリフを捨てて上流階級の男の元へ走った相手にただ報いを受けさせるだけの話だから復讐劇だと思ってたよ。外国の現代小説なら風と共に去りぬが好きだな。スカーレット・オハラとかかっこいいしね。そう？主人公のスカーレットは気が強すぎて苦手なタイプだわ。私はスカーレットの義妹のメラニーの方がいいわね。優しくて純真でけなげな女性だし。私はスカーレットに感情移入してたからめんどくさい性格だなと思ったけど。白羽さんはどっちの方が好みだった？まゆりさんとリッカさんのどちらが好きか言ってるようなものじゃない。アミティエの二人のどちらかを選ぶだなんて。ずいぶん真剣に悩んでいるのね。きっとお気に入りの小説だったのさ。それか気の強いスカーレットと優しいメラニーを私とリッカになぞらえて選んでいるとか。あなたね。リッカは呆れているけど私としてはスカーレットを選んでほしいな。あの、はいはい、マユリさんが体を張ったってことでスカーレットの軍配でいいわよ。現実逃避してはダメ。クラシックバレエの服ってすっごく恥ずかしいね、スオちゃん。綺麗。そうかな、
私的には似合っているとは思わないんだけど。髪も。おお、スオちゃん髪まとめたんだ。動きやすいようにしろって言ってたもんね。似合うね、その髪型。変だと思う。そんなことないよ。スオちゃんはキリッとした美人なんだから雰囲気が出ていいと思うけどな。やっぱりメリハリがないと衣装に着られているみたいに見えるよね。せめてスオちゃんみたいに背があったらな。私なんてただ大きなだけだわ。一人だけおかしくて浮いてるし。そんなことないよ。かっこいいと思うけどな。せめてユリくらいの身長は欲しいよね。ユリさんのいただきに夢中ですね。あ、リンゴさん。はい、リンゴですよ。私としてはユリさんよりもスオちゃんに嫉妬です。クラスで一番お胸が大きいのはスオちゃんですし。ああ、確かに。ああ、より強調されますます大きく見えますね。嫉妬で気が狂いそうになりますな。二人ともやめて。クラスで一番背もグラマラスボディもない私としては羨ましいです。私のお仲間は。りっちゃんさんしかいないですね。準備体操、随分と堂に入っている感じだね。やってたことあるのかな。いちごね、今は経験の有無でなく私と同じプロポーションを探せの時間ですよ。クラスでも2番目に背が低いんだっけ。着替えが終わったのなら準備運動を済ませてくださいと言っておいたはずですが。ダリア先生、厳しいね。いいですか？これができないようでは怪我をしてしまいますよ。しっかりやらないといけません。Thank you.
佐々木さんは大丈夫ね。それでは次。準備運動はしましたね。それでは柔軟性を見ますよ。先生、どうしたのかしら、白羽さん。私、その、体がとても硬いんです。だから。そう、そうなの。それじゃあ。球長の花火師さん、補助についてあげて。大丈夫、あまり強く押さないから。それでは状態を倒してみて。本当に硬いのね。花火師さん、補助してあげて。はい。背中がゾワゾワする。もう少し頑張れる？背筋だけじゃなくて腹筋を意識しないとダメなのよ。花火師さん、お腹に手を当ててあげて。